今話題となっているヤクルトの商品がこちらヤクルトレディなどから手に入るヤクルト1000とスーパーやコンビニなどで手に入る Y1000 ですヤクルトが去年から販売しているヤクルト1000と Y1000 ヤクルトが睡眠の質の向上やストレスの緩和などを歌う機能性表示食品です 最近よく話聞くんで、あの睡眠のことで飲んでる人はいます。<し>ヤクルト知っ,知ってる？知ってる？飲んだことあります。えっとねお。お母さんは飲んだんちゃうかな？認知度は高い。この商品最近ある？異変が。こちらは bss 車内にあるヤクルトの自動販売機なんですが、ヤクルト戦全て準備中となっています。この状態がしばらく続いています。

店によると、ことし1月ごろから SNS での口コミ効果からか、入荷できる数が減り始め、4月にマツコ・デラックスさんがテレビ番組でインしていることを発言して以降、さらに入荷が困難になったといいます。 一部では新規のご注文をお受けできなかったり一部の店舗では品薄の状態が続いていますでは一体どうやったら手に入るのでしょうかこの店の場合不定期で数本ですが朝であれば店頭に並んでいることもあるといいますまたヤクルトによりますと センターにお越しいただいたり、路上でヤクルトレディに声をかけていただければ購入することもできます。在庫状況によって購入できない場合もありますが、街にいるヤクルトレディに声をかけてみるという方法もあるそうです。ヤクルトは店頭販売の Y1000 について7月をめどに増産を予定しているということで、安定した供給まではもうしばらくの辛抱が必要です。